田口米作明治36年1月18日は、明治時代の版画家、浮世絵師、小林清近の門人。聖は田口、名は米作。桜川とゴース。現元年4月6日、下屋国津賀郡野田村に生まれる。明治6年上京し、はじめは中村番山に寺、後に、明治14年頃、小林清近に入門する。 父親は芝西保で米屋を営んだ。明治24年、清地下が赤坂日の木町に開設になった東京絵画学校の教授となって絵で本を提供した際、米作自身は井上さんと共に助教授を務めている。明治28年に芝桜川町に移転している。明治29年、段だ々んだん新聞に江ノ島鎌倉長短旅行という日本初の 連載漫画を描いている。また、雑誌、小国民の差し絵も描いている。主に風景画や日清戦争を題材にした西紀、紀恵国境画団などのポンチ絵を手掛けた。日清戦争を描いた西紀絵では、明治27年の平壌玄武門兵士戦闘の図や、明治28年の日清戦争中有美観ラッパ卒、 白紙玄次郎氏などが知られており、清地下同様に史上のあふれる作品になっている。国慶画団は、明治28年、団社から出版された長短の巻と四んでこれ、巻からなる、多色木半すりの和と字本であった。また、著書に色彩信論があり、余儀として書画鑑定に優れていた。去年40。墓は、台東区ことぶきの遺行院にある。法名は、 天津陰閣道米作古寺。門人に、達田牛歩、長田謹心がいる。ありがとうございます。